こんばんは、マサトです。農家と農編集でお越ししてます西裕太君。まあ元気少し回復して、昨日はちょっと、一回、この体調崩して、まあ会員の動画アップしましたけど、昨日2日はアップされてましたので、昨日の2日です。今日は3日で土曜日ですけど、近藤達之さん、新防衛研究チャンネルさんからウクライナ選挙、まあ後半はこの、イランですね、まあこのイスラエルがこのハマスかなどっちかのこの最高責任者をこの、この、このかな打ち取っているのです。その反撃でイランも反撃していますので、前回の降伏化してまいりましたけど、今回どうなるかですね。はい、引き続きこの、このウクライナ戦況ですね、それとこのウクライナ戦況のサムネがこのロシアの1日の、戦車数が1370人、約3ヶ月分の講習陣ということで、この戦線は長いですけど、近藤さん動いている戦線ですね、東部 ハリキウからこのトネツクかな、だいぶ第二防衛線まで一応押し込まれたということで、ウクライナ軍、まあ、この部隊の入れ替えと、また実際このウクライナ、ロシアよりもこの数が少ないですね、まあ、実際数が少ないですけど、ロシアはこのいろいろとこの数に任せて陽動作戦してますけど、 F-16 も来てますので、そろそろこのロシア の、 この航空優勢ですね、そしてウクライナは着々するとこの、このロシア の、 この航空地、目標ですね、叩いて、本当に、クリミア半島を孤立化して、ロシアの戦力を削って削って削って、本当にロシアの崩壊ですね、ロシアから内部崩壊、そしてこの、プーチンがこの始めたクリミア併合を始めたこの力による武力の、現状変更、絶対に許すべきではないですね、クリミア併合、そしてドンバスの部分戦争、今回の全面戦争、絶対にプーチン、ロシアをこのウクライナから追い出して、ウクライナに平和、ウクライナに、栄光あれですね、まだまだこのウクライナ削って削って削って、ロシアのこの戦力を削って削って、まあ遅延戦術、この奥が深く、まあ誘って誘って、まあ占領地はロシアに広げられてますけど、そのロシアの戦力ですね、もう完全に叩いて、また。この国有制を本当に、まあ核まで使うと恫喝していますね、そういうことを散らかして、バイデン、大統領はビビっていますけど、あと強気に出て、一回もまだ使ってないですね、使う使う使うってもう3年間ですね、そればっかしですね、もうロシアは使ったらもうおしまいですね、はい、ロシアの崩壊を、まあ、期待しますけど、はい、マサトです。引き続き、この近藤達之さん、体調悪いですけど頑張ってください。引き続き、新防衛研究者のウクライナ戦況をウォッチングしていきたいと思います。マサトです。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書を学びたいというお友達もよろしくお願いします。ちょっと、気晴らしく、短い動画となりましたけどよろしくお願いします。次回のニュース、ユンタクでお会いいたしましょう。マサトでした。仕上げです。パッションブルジュ、シャロム、シャロム、シャロム。